ピエール・プティ撮影のベルリオーズ、夏の夜作品7は、エクトル・ベルリオーズが作曲した、テノール、または、メゾ・ソプラノのための、全6曲からなる歌曲集。ベルリオーズの4つの歌曲集の中では、最も重要な作品とみなすことができる。ベルリオーズは、理想的には、各曲が異なる聖域による歌手によって歌われることを意図して作曲したが、現実的には、 メゾソプラノかコントラルトの歌手が一人で歌うことが多い。なお、この曲は女流作曲カルイーズ・ベルタンに検定された。テオフィル・ゴーティエベルリオーズの歌曲は、消失5曲、走行2曲、断片1曲を除くと18曲が残っている。友人であるロマン派詩人、テオフィル・ゴーティエへの詩集、詩の喜劇の6つの詩に基づいている。 当初はピアノ伴奏の歌曲として1840年頃に書かれ1841年に出版された。当時、妻ハリエットと不和になっていたベルリオーズは1842年9月から国外の演奏旅行に歌手のマリーレシオを同行するようになり、ハリエットの死後マリーと再婚した。ベルリオーズはマリーのため1843年2月に第4曲を オーケストラ伴奏用に編曲した。第2曲は1855年から1856年に、残りの4曲は1856年の3月に編曲されている。今日ではピアノ伴奏とオーケストラ伴奏のいずれでも演奏が行われる。全6曲からなり、演奏時間は約30分。ありがとうございます。